はい、皆様おはようございます。リヒトドゥンケルハイトでございます。牧場物語ハーベストムーフォアガール実況プレイ続けていきたいと思います。本日夏の月2日水曜日でございます。はい、昨日はね頑張ったんですけどね、蘇らせるのだ。うん、もう昨日の敗北に意気消沈は、いきなりそんなことある？マジか。うわー、うわー、これは災難、これは災難。なんか以前にも言ったように、台風の日はこの家から一歩も出られないですよ。これは、いきなり試練が待ち受けている。料理早く作りたいな。でも増築しないと。前途多難でござるな。さて、とりあえず種を買いに行って、でも台風直撃してるから今日巻いてもも、なんだい、なんだい、はい、はぁ、お前それだけ言って去っていくのかよ。はぁ、突然どうした。ちょっと覗いてみよう。はぁ、はぁ、これサブイベントだけどどうすっかな。ちょっとこれ確認、いろいろ確認、ビクサー、はどうしよう。とにかく順序を確認しとかないと。まあ別にほっといても、あれにはちょっとどいてくれるかい。ちょっとどいて。待って、装備 OK だな。ちょっと一回攻略本でルートを確認しないといけないから、ちょっと待っていただけますか。はい、お待たせいたしました。ちょっと攻略本を開いて、まあ一応イベントがせっかく発生したのでちゃんと見ていきたいかなと思いますので、あ、そっか、お前放置したまんまだった。そういえばそうだったわ。でも今日は下げないとね。お前ちゃんとね、帰ってよ、お願いだから。今日は帰らないとお前大変な目に遭うからな。ん？多分そうだと思う。まあとりあえずは一応種まいちゃおっか。牧場に行くのと、木こりの家に行くのも、ちょっと、ルートがあるので、これなぁ。あ、抱き上げさせろ。今日放牧して、こう、餌をここに、追加で置いといても、意味はないんですよね。残念ながら。残念ながら効果はないんですよね。いきなり台風か。前途多難やな、ほんまに。で、今回のイベントはなんかメイちゃんと仲良くなってると発動するみたいで。まあ、海開きでね、話しかけたりとかしてた。うおくしゃー！今ちょっとお前そのまま出そうなったと。一応仲良いという判断をされたらしいです。よいしょ。まあ、メイちゃんと仲良くなったからっつってなん、なんか特にあるわけですけど、まあこういうサブイベントはせっかく発動したので、よいしょ、とりあえずお金もゲーっと、よっこらしょ、よいしょ。木こりの家に入ると発生するのかな、イベントは。となると7時こんな、あ、じゃあここないんだった。木割るか。1、2、3、はい、ポプリちゃん危ないよ。2、3、はい、1、2、3、入った。いや、特に、セリフに変わりはないですね。夏に入ったからといって。特にセリフに変わりはなかった。ほいっと。ランちゃんはどうですか？あ、変わってる。あれだな、多分な、海開きで、参加してたから多分、
それに温泉卵とか渡したこともあるし、そんなこんなで仲良…あーこれイベントの中だな。めっちゃ探してる。はい、わかりました。わかりました。はい、了解です。こんなちっちゃい空間でよかった。家の中に入る必要なかった。よかった。家の中で入る必要があったらちょっと、時間的にまだ入れませんので。1、2、3、はい、1、2、3、はい、1、2、3、はいっと。あ、まあいいや。そう、今日自分で水まきしなきゃいけないから、そこがめんどくせえなって思っただけで、ね、ちょっとこれを切ってサクッといこうか。ん？ 3 回やった私。よし。じゃあこれでちょっと一旦この木はほっといて、コロボックルに渡して、ほんでヨーデル牧場の方でまたイベントがあるので一応それを見るか。ああ、ちょうどよかった。いいところに。へい。で他のやつは出荷すると。どうしようかな。ぐるーっと回ってからヨーデル牧場行くか。ちょっとあの雑貨屋で種の買い物をしてから行こうかな。よいしょ。もう一匹のコロボックル、さっき動物小屋近くにいたし、あとガチャって音が鳴ったから、もしかしたら動物小屋に入っている可能性があるな。うん。いるか。あ、いたいたいた。ちょっと、牛さんの存在が非常に邪魔。よりによってそんなところにはまりますかっていうところに。落ち着いて。はい。OK。時間の止まるところでいてくれたからラッキーですね。よし。まだ牛さんはまだ全然、いつ買ったっけ？いつでかくなるんだっけ？これで、行って、グレイくん。グレイくんに話しかけてこないと、ちょっとプレゼントするものはないけど。グレイくんの前にサイバラさん。いや特にご用はございませんが。1万あるし、あれだな。増築とかもできるね。よいしょ。君の恋愛イベントの関係からすると、もしかしたらね、冬に結婚できる可能性もあるんですよね。できれば2年目には突入したい感はあるけど、それまでに、ね、プロポーズされちゃう可能性があるんですよね。ガールの場合は、自分で、ボーイの場合は、その青い羽を渡してプロポーズするんですけど、ガールの場合はプロポーズされるんですよね、イベントで。条件が揃うと、その場でプロポーズされてしまうので、お、位置が変わっている。やっほー。了解です。さあ、夏に負ける種が、売られております。まあ、牧草の種はいつでもあるんですけど、ここで、まずトマト。トマト、トウモロコシ、どっちも連作だったっけ？トウモロコシは連作じゃなかったっけ？どっちだっけ？忘れたわ。まあ、とりあえず2つずつ。いや、トマトメインのトウモロコシ1の方が効率はいい。ただ、トウモロコシは以前に言った通り、鶏の餌になるのでね。まあいいや。玉ねぎはいらないです。確かトウモロコシも連作じゃなかったかな。で、あの、玉ねぎは連作じゃないんですよ。だから玉ねぎはあんまり効率は良くない。ので、買う必要はないです。その料理とかでどうしても必要とかいうことであれば、あとはこの、ここを埋めたいのであればという感じですね。水曜日なので本日は医者はお休みです。コロボックルどうだっけ？さっき見たような気がするけど。コロボックルあと4日行きますね。じゃあ、ヨーデル牧場の方に行って、イベントを
回収して、ほいっと。うん。イベントが起こってるような風な、あの、アクションが出ましたね。はい。はいはい、メイちゃんの話です。そしてそのままどこかへ行ってしまったと。なんかちょっと、大丈夫か？ん？ちょっと待って。今バグったかなって思ったんだけど動かなくなったから。ジョアンナさん、すごい名前だよな。よかった。バグったかと思った今動けなかったからさ、10分ぐらい。はい。まあ、メイちゃんはね、お母さんと離れ離れで、お父さんはどうしてるのか知らないですけど。ちょっと待って。460いってんな。ワンチャン、あ、でも今、イベント発生してるから、ゴッツさんいない可能性がある。ちょっと、キコリの家で、ちょっと増築頼めるかどうか頼みしてみます。ヘイ。はい。はい。はい。そんな気はした。もしかしたら水曜が休みという可能性もあるが。あ、キーキロ。で、次のちょっと、このイベントのラストが夜にならないと。誰か出てったよな。あ、農作しないと。ちょっと時間がかかるかなーと思ったので、一旦切り上げて、この木はほっといたんですけど、まあ今ちょっと時間があるので。んーで、いやーでも台風来たらなー、種がなー、吹っ飛ばされるんだよなー。全部は吹っ飛ばんと思うけど、あー、切ねー。まあしょうがないけど、これはもう自然の摂理には逆らえんということで、ちょっと種、おいー、邪魔、お前邪魔。種をちょっと持ってきます。よいしょ。で、連作だよね、確か。へい。あー、書いてないか。ふっ、すっげーシンプル。もうシンプルイズベストっていうか、しかもこの色でしか判断できないっていうね。秋に巻くとか、夏に巻くとか、シンプルすぎませんか？もうちょっと何かその連作だとか、そういうなんかちょっと、うん。そういうのが欲しかったかな。はい。これはこのやっぱり連作ですね。結構なるまでは時間かかるんですけれども、トマト、トウモロコシともに連作。トマトは10日で1回収穫できます。で、次から4日ずつ。トウモロコシは15日でようやく収穫できて、これも4日ごとですね。玉ねぎはちなみに、探索で、8日で出荷できます。はい。あんまり効率はよくありません。じゃあそうだな。今、搾乳機使わないから搾乳機をずらそうか。で、こうするか。よし。種まきして、3時ぐらいになったら馬戻して、ってしようかな。もうすっげっ邪魔なんだけど、お前。これ、トウモロコシか。ちょっと待ってね。連作だから、先に、これを、これもったいなくなる。あー、いや、無理だ。ちょっと、このボックルで水負けるわと思ったけど、連作取れねえんだよ。間違えた。そもそも取れねえんだよ。あ、3時になっちゃった。早かったな。意外と。ここにトウモロコシを巻く。トマト巻く。トマト巻く。トマト巻く。ずれてない？ちょっとずれたかと思った？危なかった？一瞬やらかしたかなと思った。さあ、馬。おとなしく戻れ。おとなしくお黙りつけ。あ、違う。逮捕するわけじゃないんだから。逮捕をするな。いいよ。今すごくいいよ。ストップ！これ許されてる？これはギリ許されてないね。どこ行くねん。
お前今日は戻らなあかんで、ガチで。あ、いけるわ。明日台風なんやから。お前今日は戻らな、ほんまに。ほんまに大変なことになるから。よいしょ、あれ？くさー！よし。で、ザクさんが回収をして、で、鶏を戻して、ほんで、6時以降に、そのめいちゃんのイベントの最後が見れるので、鶏を戻したら向かっていいかな？いや、できれば水やりしてから行きたいけど、水やりする時間はあるな。うん。水やりする時間はある。ただ、鉱石掘りする時間がない。まあ、それはしょうがない。時間、まあ、時間作ろうと思えばいけるけれども、正直めんどくさい。乗って、よいしょ。あれ？持ってた。うん。ちょうどいい時間ですね。6時以降。あー、でも、やっぱ水やり、うっかり、もしかしたらイベント終了後に1日経ってしまう可能性がたまにあるんですよね。稀に、このシリーズにあったかどうかはちょっと悲しいけれども、6時以降10時までに行けば間に合うから。あ、レベル1なのが辛いぜ。久々の自力水巻き、噛んだ。あー、6時。久々の自力水巻き。ちょっとコロボックにやってもらっていたから。たまにはねー。よいしょよいしょ。これコロボックルがね、お仕事増えてもやってくれないっていうね、そういう仕様なんですよ。しょうがないー、しょうがないー。よいしょ、よいしょ。あー、疲れてるー。もうちょっとだから頑張って、クリアちゃん。もうちょっとだから頑張って。よいしょ。頼むから。いけるいけるいける。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。よし！お疲れい！よし、じゃあ行きましょう。まあ、このイベント、まぁ、ちょっと違うルートもあるんですよね。この木こりの家に行かなければ牧場で発生するイベントがあったりとか。まあ、それはちょっと時間が決まってたりするんで、ちょっとめんどくさいので、今回は。簡単に行けるところを。あれ？ああ。なんか反応したなと思ったけど、さっきのでしょ。どうせ。同じことを喋ると思いますので、一旦ほっときます。ここで、海岸へ向かう。はい、イベントに入りましたね。あ、時間が止まってますね。タスプーン、桟橋の方かな？はい、めいちゃん、いました。こんなちっちゃな村で、どう隠れていたのか。めいちゃん。まあ、そやろな。そやろな。話は聞こう。話、どっちかによってちょっとあれが変わるんですけれども、まあ、うん、三人、お父さんは？お父さんは？めいちゃん、お父さんは？いないのかな？はい、帰ってきました。うん。クリアちゃん。クリアちゃんが一生懸命弁明してるんだろうな。あ、動けるんかい！うん。寂しくない。優しい子だね。あ、一緒だった。まあ、動物たちもいるし、花ちゃんもいるし、今いないけど。ワンコね。よし。というわけで、心温まるかどうか微妙ですけれども。うん。また明日会うかな。わざわざ会いに行かないといけないしな。はい。というわけで、めいちゃん行方不明事件のイベントでございました。まあ、こんなイベントも、たまに急に起こるので、どうやったっけつって攻略を見ないと思い出せないのが辛いな。さて、もう結構、働いてしまったので、これ、コロボックル、いや、コロボックルに頼んでても意味ないだろうな。ちなみにだけど、え？あ、おのな。あー、ココちゃんが10個になってる。これを下げられてしまうのは辛いな。とりあえず温泉入って今日は寝ますわ。はい、鉱石掘りは、めんどくさい。できれば明日は木こりの家行って、
木曜ってかな、木こりの家に行って、あ、定休日日曜日だから大丈夫ですね。鶏小屋の増築を頼みたいかなと思います。はい。あれ何時に入ったっけ？適当に40分に出るか。いつも忘れる。ほっ！ OK。あと道具整理してから終わらないといけませんね。あー、でもそっか、明日ねっつったけど台風だよ。出れねー。出れなーい。何かうっかりイベントが起こってくれないと出れなーい。悲しいなー。よいしょ。じゃあ、まずは道具を整理だな。よいしょ。道具の整理をして、一応搾乳機を元に戻しとこうか。ほんで、これとこれが逆だな。ほんで、こうか。あ、違う。これとこれが逆だ。いや、搾乳機まだ使わないから別に間違えました。落ち着いて。搾乳機まだ使わんから、この辺でいっか。うん。粉、寝ましょうか。あー、台風やだなー。うっかり何かイベント起こってくんないかなー。はい、おやすみなさいませ。あ、神田はおやすみなさいませよ。はい、1年目夏の月2日でございました。ご視聴ありがとうございました。